盲線ゴケは、盲線ゴケか盲線ゴケ属に分類される、多年草の一種。種商名ロートゥンディフォーリアに由来する、丸は盲線ゴケという別名もある。食中植物の一種で、歯にある粘毛から粘液を分泌して、虫を捕獲する。盲線ゴケの捕虫用苔とあるが出植物である。水ゴケ類の育つような湿地に生育する、背の低い草で、茎は、ごく短く、 地面から葉を放射状に出す。葉には、はっきりした葉形があり、葉心はほぼ円形で、一面に長い毛があり、その先端から甘い香りのする粘液を出す。これにつられるなどしてやってきた虫がくっつくと、粘液と葉がそれを包むように曲がり、虫を消化吸収する。毛線ゴケの天敵である盲ゴケ取り場の幼虫は、毛線ゴケの粘液に対する防御機構を持っている。 日当たりの良い場所に育つものでは、粘気は赤く色づき、一面に生育している場所では、毛線を敷いたように見えることから、毛線苔の名がある。根はほとんど発達しない。冬になると、茎の先端に葉が丸まったような塔がをつける。毛線苔と同族の植物は、世界中に多数の種があり、いずれも葉の表面に粘気をつけ、それによって虫を捕らえる食中植物である。 いくつかの型の植物がある。北半球の鉱山、寒地に広く分布する。日本では北海道から九州まで湿地帯に自生し、多数の都道府県にて、レッドリストの絶滅危惧愛類、絶滅危惧通類、純絶滅危惧種などに指定されている。北の型では長場の毛線ゴケと共に生育し、その間に、サジバ毛線ゴケと呼ばれる中間的な形質の雑種を作る。 また、東海地方に生える東海古毛線ゴケは、この首都古毛線ゴケとの雑種の染色体が倍化してできたものであると考えられている。6月から8月に花をつける。花は白い花びらが5枚。茎の中心から花柄を伸ばし、花柄は先端が渦巻きのように丸まり、その巻きの外側に花をつけ、花が咲くにつれまっすぐになる。葉を放射状に出す特徴がある。 園芸植物として栽培されるほか、全息を抑える薬として主にヨーロッパで伝統的に使われている。研究によりアレルギーを抑制する物質が含まれていることが判明している。ありがとうございます。